ラム肉のグリル、ディアボロソースかけは好きだな。美味しいし、響きもかっこいいし。あ、そういえば最近、辛いラーメンにもハマってるんだ。気分が萎えてる時でも、辛いものを食べるとテンション上がっちゃう。あ、それとさ、意外かもしんないけど、ラーメン情報っていいねがつきやすいんだ。男女問わず、コアなラーメンファンってたくさんいるの。俺もその一人ってわけ。答えにくい質問。まあいいか。実はちょっと甘いものが苦手なんだよね。でもハーツラベルの伝統、何でもない日のパーティーには甘いものがルールだから、ずっと内緒にしてたんだけど、こないだトレイ君にバレちゃって。まあバレたっていうより、もともと知ってたって感じだったけど。トレイ君マジでそういうとこって感じ。俺が10歳くらいの時かな、母親と姉ちゃんたちがお菓子作りにハマってさ、俺も最初はおやつがたくさんあるって喜んで食べてたんだけど、それが毎日のように続いたから、だんだん食べるのがきつくなっちゃったんだよね。しかも姉ちゃんズが、食べ盛りでしょって皿にめっちゃ持ってきて、いらないって言えば超しょんぼりするし、その顔が何より苦手だったな。で、無理して食べ続けた結果、甘いもの全般が嫌いになったってわけ。俺、カフェ巡りするの大好きなんだけど、カフェといえば映えるスイーツじゃん。写真を撮りたいのに食べられないから注文できないんだよね。すごいジレンマ。あ、いいこと思いついちゃった。監督生ちゃんが注文して、俺が間近めにアップすればよくない？今度一緒にカフェ行こうよ。映えるスイーツが売ってる店めっちゃ知ってるんだ。もちろん監督生ちゃんの分は俺がご馳走するからさ。決まりー。